唐揚げ特集第2弾よいしょ。ゆうちゃん、はい、やってまいりました唐揚げ特集第2弾やっと来た、やっと来た。2年ぶりかな、前回が多分2年か3年前ぐらいですね。唐揚げ屋さんもねまた増えたので、うん、めっちゃ増えましたよね。めっちゃ増えたのでそろそろやっとこうかなということで、この真冬の寒い時期に唐揚げ特集行きたいと思いますよさあそして早速1店舗目来てます、はい、が後ろこちらドン出ました、鳥金の唐揚げ、唐揚げ専門、新潟市秋葉区にあります、はい、こちらに今来てますよ。ここまで結構1年以内ぐらいにできたお店なんじゃないかなと思いまして、新しいです ね新しい感じもするし、ちょっとおしゃれな、ね、うん、この外観もあるので、ちょっと1店舗もちょっとここで買って食べましょうか、はい、おお、ふーちゃん、あるすごい、あ、うま塩コクカレー甘辛醤油っていう、あ、3種類の味付けがふーちゃん、どれも美味しそうだな、あ、いろいろパックとかファミリーボックスとかそういうのあるんですね、10個パックとか、唐揚げ弁当みたいなんですかいや弁当、いやおかしいでしょ弁当、いや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 、でも、うん、ね、唐揚げ特集といえば確かに第1弾の時確かしょっぱな、確かにお弁当食べてたね唐揚げ買ってきてって言ってんのにチキン南蛮弁当買ってたよね絶対唐揚げとだってご飯合うじゃないですかなんでしょっぱな飯食いたがるのじゃ行く、お弁当、はい、お弁当にする意味ちょっとよくわかんないけどねまだ何店舗も行きますからね、大丈夫、お腹いっぱいにならないでよ、いや全然余裕です、そうちゃん、はい、ということでちょっとね店内で食べさせてもらえますか、じゃあ行きますよ、はい、じゃあオープン、おお、美味しそう、美味しそう、そしてすごい匂いが、ああやばい、たまらんこれ、うま塩です、うま塩っす、てか唐揚げでかくない、でかい、これでかいっすよね、最高だね、でかい、うわ、うまい、うま塩の名の通りで、めちゃくちゃうまいです、結構ニンニクが効いてます、あ、これやばいわ、すかさずご飯ね、うん、うまい、しかも揚げたてでしょこれ、いや完全な、そうなんですよ、熱々なんですよ、熱々だよね、うん、さあじゃあ続きまして、はい、コクカレー、もうこれもうカレーの匂いやばいっすねやばい、カレーの匂い、うん、うん、マッカスパイス、すごいサクサクです、中までしっかりカレーの味がついてます、からのすかさず米、このご飯も美味しそうだなって気がして、うん、ご飯もうまいっす、ね、ご飯美味しいよね、あったかいっす、甘辛、ちょっとあれがタレがついてる、そうっすね、今までと違ってちょっとしっとりした系ですね、うんうん、タレうまっ甘辛のタレがお肉にしっかり味付けしててめちゃくちゃうまいっす、これこそ米だよね、うん、なんか止まらん、一発目から箸が止まらないですいやもう普通にお弁当食べてる AD じゃんこれ、なんだこれ、撮影の合間に急いでお弁当食べてる AD でこれごちそうさまでしたじゃあ余すことなく食べやがったね食べましたねいいロケだった、いやまだ行くから、まだ始まり序章に過ぎない次行きますよ、はい、だってお腹すかそうだよね、あ、もちろんもちろん、はい、大丈夫ですよ、まだ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 行ける、余力はあるんで、分かりました、じゃあ行きましょう、はい、そうちゃん、はい、続きましてはね、同じ秋葉区にあります、こちら行きます、ドン出ました、唐揚げチャンス、こちらはね2021年昨年の12月にオープンしたばかりの、ついこの間、めちゃくちゃ新店、おこちらの唐揚げもね、ちょっと見てもほら、すでにこの写真がもうやばいでしょ、あ、絶対美味しいじゃないですか、この店内揚げたてですから、うん、秘伝醤油っていうのが有名らしいんで、はい、これちょっと買ってきてもらっていいですか、わかりました、ちょっと待ってますよ、はい、はい、はい、いきます、いらっしゃい、かなり美味しそう、そう、あ、チキン南蛮もね、あ、これもありかもしれないね、美味しそうな感じしますね、おーちょ、おーちょ、おーちょ、あ、買ってきた、はい、いいね、熱々、もう熱々ですぐ食べられるような状態です、揚げたて、はい、
でかっ、でかいっすね、こんなでかいんだ。もっとなんか写真見た感じ、あのね、コロコロしたちっちゃいやつが来るのかと思ったら、うんうん、めちゃでかいこれ。ザクザクだ。衣のザクザク感とお肉にしっかり醤油が染み込んでる味がもうたまんないっす。いいね、うん、これはちょっと食べ応えもありそうだし。これやばいわ。じゃあ次行きますか。じゃあそれはちょっと車で食べながら、はい、うーちゃんもうペロリといけそうな感じ。もう簡単にこれできてますね。そのスナック菓子感覚でさ、そのボリューム満点の唐揚げ食べるのやめてくれる。さあということで、うーちゃん新潟市東区にやってまいりました、はい、次のお店はこちら、ドン出ました。ここ見ればいいかな。中津唐揚げ森山、こちらもね、オープンしたばかりの、あと花がね、まだ飾ってありますから、祝開店の。もともとは大分県の唐揚げのお店らしいんですけど、今全国多分展開してて、新潟にもこれ2店舗目かな、うん、豊坂の方にも1店舗あるんですけども。そうですね、食べるしかないでしょ。食べるしかない。ということで早速、うーちゃん、はい、ちょっとじゃあなんかおすすめの、店員さんおすすめのやつちょっと買ってきてよ。わかりました。いいですか。じゃあ、はい、行ってきます。お願いします。さあどうなんでしょうか。中津から森山さん、こんにちは。天神未踏の王者、あ、唐揚げグランプリ最高金賞を最多を受賞してんのかな。すごいね。お、来た、来ましたね。買ってきました。ほら買ってきた。ほらほらほら、いい匂い、はい、今しかもオープンセールで、うん、すごい7、8個入って500円っていう、え、安っ、はい、ワンコイン、ワンコインって買ってきました。そっか、オープン、本当にオープンしちゃってたもんね。じゃあまずは、ふっちゃん、それ、はい、胸肉かな、さっぱり系から。あ、すごくそして熱々。胸肉なのにパサパサしなくてすごいジューシーで、ほんのりこう塩味がいいですね。続いてふっちゃん、はい、もも肉いっちゃう。いや、ももちょっとね、あ、美味しそう。うん、うん、柔らかもも肉の柔らかさもそうなんですけど、濃すぎない塩味がまた絶妙ですね。濃すぎないから、そんな飽きも来ない感じ、はい、そういう感じですね。もうバクバク食べれます。バクバク食べちゃう、うん、結構じゃ、今日唐揚げめちゃくちゃ食べてるけど、はい、まだいけちゃう。まだいけますね、これは。そう、これ5、6個、うん、ちょ2個ぐらいちょうだいね。次がね、一応最後になってますんで、まだ足りないみたいな顔してるけど、いや、うん、十分食べてるよ、今日3店舗回って。この寒空の下ね、唐揚げ食べる人、あ、美味しい。最後はですね、古町モールにやってまいりました。古町モールに出来たてほやほやの唐揚げ店がありますので、そちらに行こうかなと思ってまして、それがこちら、ドン出ました。こちら博多唐揚げ響きということで、福岡が本店のお店らしいんですけども、本当これ2022年にオープンしたばかりの新店となっておりますよ。ほやほやっすね。ほやほや、オープンしたてでね、そこまでこうメニューのバリエーションないと思うので、ちょっと買えるものを買ってきてもらっていいですか。わかりました。じゃあお願いします、はい、はいはいはい。お、来た、来ましたね。来た来た。揚げたてです。揚げたて、はい、せっかくにちょっと古町来てるんで、ちょっと古町に結構座る場所とかあるので。確かに確かに。いや、でも古町最近結構来るね。そうですね、なんやかんや来てますよね。どんどん楽しかった。あ、楽しかった。楽しかったよね。ちょっと、はいはい、あ、コンビニ寄っていいですか。コンビニ、はい、なんでちょっとあの飲み物買いたくなったんで。あ、飲み物ね、確かに、はい、喉乾くだろうし。まあいいよ、じゃあちょっとあの、うん、買ってきますね。 OKOK、 じゃあ待ってます。いってらっしゃい。はい、これなんかこの流れなんかちょっと思い出してきたぞ。これもしかして、しか前回もね、コンビニ寄ったんですよ、ふーちゃんが。前回の唐揚げ特集の時も途中おもむろにね、コンビニ寄ったんですけど、今回もしかしたら、いや、まさかなとは思うんですけど。そう、来た。
おお、来ましたね。すいません、お待たせしました。うちゃん、はい、ちょっと僕思い出したことがあって、はい、前回の唐揚げ特集の時もなんか似たようなことあったなと思ったんですよ。おお、はい。じゃ念のためちょっとうちゃん、はい、買ったもの確認させてもらっていいですか。一応これなんですけど。やっぱりか。おい、え、今年もやる。いや、やりますよ、もちろん。マストでしょこれ。これね、わかりました。じゃあちょっと最後はじゃあそれでグビッと行きながら、はい、この美味しい唐揚げ食べましょう。はい、はいはいはい。さあふっちゃん、もういい香りが漂ってますけど、まず、え、もうちょっとビールに手かけてるけど、プッシュしていいっす。先にそうなの、そっち。真冬だけど今。いい音。いい音。今年も順調に飲んでおります。あうまい。うまい。タラの、はい、いきますか。いきますよ。秘伝のタレについた響さんの唐揚げ全としてるね。唐揚げらしい。今までで一番唐揚げっぽいかもしれない。じゃあ唐揚げっすね。いいね。じゃあどうぞ。おー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 。やばい、めちゃめちゃうまいっすね。めちゃくちゃうまい、いただきました。噛んだ瞬間から秘伝のタレがブワーって口の中に広がりました。中のお肉にもしっかり味ついてます。何の？あ、ごくごくと。いや、はいはいはい。うまい。最高。最高。たまらん。もう自然な感じでビール飲んでるもんね。ビール飲みますとかじゃないもんね、うん、これなんだこれ。やってみる。ただの唐揚げとビール飲んでる人ですよ、古町モールで。さあということで、ふっちゃん唐揚げ特集、はい、第2弾終了しました。いや、今回もすんごい美味しかったですね、どれも。でまだまだね、結構唐揚げ店できてますからね。そうっすよね、第3弾も行けるぐらいありますよ、ね、第3弾行きたいじゃん。行きたい行きたい。唐揚げ食べたいだけでしょ。いやいや、食べたいじゃないですか、そりゃ。で最後ビール飲みたいだけでしょ。まあまあ、ビールも多分飲むと思いますけど。ということで、ここまで見ていただいた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。唐揚げからのまだ口に油が残っている状態での